続いて女子個人型3位決定戦もう1試合となります。赤は日本代表清水夏樹選手、そして青イタリア代表ビビアンナ選手です。清水夏樹選手よくここまで上がってきましたね、はいはい、まだ若い選手ですがかなり世界大会でも活躍しています。昨年の世界学生では優勝という結果を残しています。ただ相手はビビアナ選手ですからね、はい、かなり強敵です。もう世界大会では常連の選手ですね、うん、サンドラ・サンチェス選手と本当に肩を並べる強い選手だと思います。はい、さあ挑む形となりますでしょうか。日本の清水夏樹選手です。方はアーナンダイ、先ほどの岩本選手と同じ方ですね、はい、序盤いかがでしょうか、うん、そうですね、悪くはないと思いますが、はい、ややパワーにかけるかなと。劉衛流の方の特徴はパワーですから、はい、ただスピードでいったらすごく切れていると思います。清水選手、予選ではスーパーリンペイ、アーナン、そしてパープーレンと演武してきました。この決定戦ではアーナン大の演武です。対戦相手のボッタル・ビビアン選手は、はい、世界で一番正確な技を打つと思います。なので清水選手はぜひスピードで太刀打ちしてもらいたいなと思いますね、はい、清水選手アーナンダイ演武を終えました。綺麗に打ってきましたね、はい、しっかりと集中力切らしていないように見えました。さあ続いて青ビビアナ選手の演武となります。出てきましたね、はい、パープレンですからビビアナ選手一番の方ですね、はい、得意型ですかね、はい、前回でのパリ大会では3位という結果でした。
ほどかなり、正確な技を打つというお話がありましたが、そうすると技術点はかなり高い点数が見込めますかね。はい、はい、もうサンドラ選手よりも正確な技なんじゃないかなと思いますね。立ち方もやはりすごい綺麗ですね。正確性に合わせてキレもとても素晴らしいですね。特に今の連続技のところ、はい、しっかり正確な技が出てたと思います。ここはかなりパワープレーの特徴的な部分ですね。揺れたかなと思うんですけど、はい、まあ、どうジャッジするかですが脅威範囲内かなと。審判がどう判断するかですね。バリューで言ったら圧倒的にボットラ選手、チン選手がどこまで迫れるかですね、はい、さあこの後点数が出ます。技術点7割、そして競技点は3割、合計点の点数高い方が勝利となります。女子個人型3位決定戦、勝利したのはイタリア代表ビビアナ選手となりました。やはり技の正確性というところが、点数に影響してきましたでしょうか。圧倒的にそれが如実に点数に出たのかなと思います、はい、一方の清水選手も素晴らしい型を演舞していたかと思いますが、本当にまだまだ伸びる選手だと思いますね、はい、今後の活躍に期待ですね。次のオリンピックの候補選手かなと思ってますね、はい、3位決定戦もう1試合勝利したのはイタリア代表ビミアナ選手となりました。